ワンツー、クロスボールにしました。どうかな、これは石井がキーパーに返しました。試合終了の笛です。前半に1点取って関東リーグの強豪南葛 SC を慌てさせましたが、ウィナーズ後半2失点残念ながら南葛相手の勝利ならず。ゲームは2対1、南葛 SC がウィナーズを逆転で下しています。後半こっちの2点目のチャンス、はい、ウィナーズ史上一番エグい外し方をしました。そんなおらんって。ディフェンス軽く折ったぐらいで、俺とシチュエーションは全く一緒やけど、ノンプレッシャーで俺より軽く近いのに上外す、かなり高度な技術をしたから。その後ポストとキスしてで、落ち込みすぎて次の試合まで引っ張って。左サイドバックの野戸が取りますが、おっと戻しを狙っていました。お高いった、チャンス、これは1対3のカウンター、決まったか。なんと拓也、決定的なカウンターでした。ウィナーズ見事な鷹の粘り、もう押し込むだけ。拓也どうした、失敗した。矢話で言うと一回タカがぶっ飛ばして、あの後半で あれかタカヤさんがもう今世紀最大のチャンスを、ミナーズ、ミナーズ1の最大の今までは梅ちゃんの初心者のシュートの差でって言われてたんですけど、それを上回る。確かにあれはやったな。伝説のシュート、タカヤさんが無人を無人超近距離横パスを外したんで、もう難しいんですよ。難しい、難しいよな。でも11の状況であれ外してますから、あれは、ね、あれ決めてたら言うたら2チーム流れが違ったな。また変わってますから。さ、撮影の前にさ、ちょっとシュート練したいんだけど。シュー練？シュー練したいんだけど。この前俺南葛戦で、あれね、やばいシュートミスしてるから、あれは絶対また同じミスは繰り返しちゃう。プロでも外すからね。いやでも違うんだよ、俺が外したことによってあの試合負けてるから。あれだけの決定機外した後ってやっぱメンバーの士気も下がるし、俺が決めたら多分逆転して、あ、逆転っていうか勝ち越しして、多分勝ってたと思うのあの試合、俺が決めてたら。でも結果逆転ゴール許すってなったのはやっぱり俺のあれシュートミスのせいだと思ってるから、撮影の日だけど最初にシュート練したい。いいよ。お願いしたいのは、俺が外したシーンと全く同じ状況を外して、いろんなボールが欲しい。当てるだけだ。はい、怖い。もうこれって普通に起こりうることさ、イレギュラーっていうのは。その中でも決めないといけないから絶対。やればやるほどさ、なんであれ外したんだろうって思う。だからサッカーは面白いんです。じゃあ、はい、ちょっとボールスピード上げてほしい、少し。はい、絶対またあのシーン来るから、試合で。
ティブだ。俺らは負けちゃいけない。タケヤ、はい、奪われた瞬間からもう自分シーズンマッチとはいえピッチ上では激しいバトルが大空が上げたチャンスだ。これはしかしながらなんとか絞ってショウちゃんカバー打ってきました。なんとなんとリベンジャーズ第一で先制。慌てないこと。オッケー。ショウちゃん勝った。俺勝った。ゴーウィナーズ。下げたんでプレスをかけます。ウィナーズと食った食った。タカが食ってゴリ返しましたがギリギリでこらえましたリベンジャーズ。背後抜けた、タカ抜けた。さあタカえぐったぞチャンス。第3のあー決まったか。なんとえぐったぞチャンス。ゴール前タクヤ追いつきました。ウィナーズ最後タクヤ。南葛戦で似たような場面で外したタクヤ。汚名返上のイコアライザータクヤです。ロングカウンター成立しました。ウィナーズタカからタクヤ、今度こそタクヤです。ようやく追いつきましたウィナーズ。後半エネルギーを上げて早々に追いついています。このまま追う、追った追った、翔ちゃんが追った。ギリギリあと、タカ粘る、こぼれた、うんぱるんぱー。これで試合終了の笛です。激戦でした、ウィナーズ対リベンジャーズ。いやすごくやっぱり大事な一戦だったの でそれをまあ、ウィナーズメンバーみんな一人一人本当に今日試合に出てたメンバーだけじゃなくて本当にメンバーも含めてスタッフさんも含めて本当に気持ちが入った試合だったので本当に負けられない戦いっていうことを踏まえた上で今日試合に入りました。で実際試合中も本当にもう、まあ、いつももちろん気持ち持って戦ってるんですけど今日本当に特にっていうか熱い気持ちを持って戦えたんじゃないかなと思います。あれはですね、あの前回僕南葛戦ですごいありえないシュートを外してしまってるのでまああれと全く同じ形が来て本当に自分の中ではいろんなことが頭に浮かんだんですけど結果決めれてよかった。でも僕としては前回のあれもあってこれがチャラになったとは思ってなくてこれからもっともっと点を取れる選手になっていかないとやっぱりこのウィナーズっていうチームには残れないと思ってるのであのゴールは本当にタカのほぼタカのゴールなんでもっと自分で点を取れるような選手にならないと生き残れないと。でもとりあえず点は取れたことは、はい、としてます。